青空が広がる絶好のコンディションで迎えた決勝第1日、24位タイでスタートした歴代チャンピオンの一人石川遼は15番でイーグルを奪ったもののスコアを伸ばせず28位タイ。予選トップの正源司辰徳は9番で痛恨のダブルボギーを叩くもトップと2打差の3位タイで明日の最終日に臨みます。トップに立ったのは名古屋市出身の小木曽隆。今日6つのバーディーを奪いトータル10アンダーで2位に1打差の単独首位となっています。第64回中日クラウンズ最終日の明日も熱戦の模様を CBC テレビで放送します。